マルサンホビー動画チャンネルです。青島43分の1スケール機動警察パトレイバー AV98 イングラム、リアクティブアーマー付きになります。こちらのモデルは、パトレイバームービー2に、登場したリアクティブアーマーを付けたイングラムをモデル化したものになっています。こちらの横の写真はちょっと CG 画像になっちゃってますので、本体とはちょっとこう異なる部分もありますけれども、ほとんど中のプラスチックの、カラーとデカールやシールでイメージ通りの彩色ができるようになっております。さらにコンパージブルキットになっておりますので、こう1号機2号機3号機どれかを選んで、作ることができる商品になっています。じゃあ箱の中を見てプラスチックパーツの方を見ていくことにします。こちらが箱の中に入っている、プラパーツになります。まずこの、白い部品の方が、頭部の方のパーツですね、これが。そして、あと、この足の、部分の、白いプラパーツになります。あと、こちらが、ポリキャップと、あと中の、プラスチックのジョイントになります。でこちらの方が、フレームの部分や、あと手首のパーツです。こちらが各関節の蛇腹になっている、布で防塵しているようなところの、部品になります。でこれは、盾とか、黒い部分のパーツと、あとはリアクティブアーマーの、緑色のパーツになります。でこちらにもポリキャップと、あと、この中のフレームの部分や、蛇腹のこの、防塵の、パーツなどの部分になってます。でこちらに武器のライアットガンとかリボルバーカノンのパーツなども入っています。でこれも足とかの黒い部品なども入っています。でこちらが3人のパイロットフィギュアです。でこちらがデカールシールとあと普通のシールで入っています。でこれが頭部のカメラのところのクリアグリーンのパーツです。でこの透明なパーツがペリスコープの部分などに使い、オレンジ色のところがウィンカーのパーツなどになります。部品はこれで以上です。こちらが組み立て説明書になります。まず、開いていきますと、こういった、全体図の、ところと、あとこのパイロットフィギュアを、大体の、こう色の配置が書いてあります。でこちらが、デカールシール、もしくはシールで、再現する場合の、場所のと番号になります。そしてまず組み立ての方は、パイロットですね、まず1号機2号機3号機のどれかを作るか決めていただいて、それに合わせたパイロットを乗せていきます。そしてパイロットの乗せたシートの部分を、本体のフレームの方とセットしていきます。それからその横の部分の、装甲などの部品をつけていきます。そして、この肩関節がつく関節、ジョイントの部分をはめ込みまして、腕が、スイングする機能をつけた、パーツをセットしていきます。それで、肩と、脇腹のパーツをつけていきます。で次に、背中の方のパーツの取り付けになりますが、こちらが、シートが昇降がこうできるようになっておりますので、これを入れるときは、シートが下がったときの状態を再現するときになります。で、あと背中のカバーをつけます。で、次に、首周りの、パーツをつけていきます。そしてこちらが、ペリスコープをつけていくですが、これも選択式になってますので、どれかお好きな形をつけるような形になります。そして胸のこのハッチの前の部分をつけていきます。そして、この肩の部分の、装甲をつけていきます。で次に、頭部の組み立てになります。まずこちらが1号機の、組み立てで、この頭の中の部分に、ボールジョイントをつけていき、次に、マスクの部分と頭の横のパーツをつけます。そして、後ろと頭の上のセンサーの部分をつけて、横のアンテナつけていきます。次に2号機の組み立てです。2号機も、ここの芯の部分にボールジョイントのパーツをつけていき、マスクの部分と頭の横の装甲、それで顔の正面の、センサーとかつく部分のパーツをつけまして、でさらに、横のパーツとアンテナをつけていきます。
で、今度は3号機の組み立てになります。3号機も、まあ、中の芯の部分にジョイントや、頭の横のパーツ、あと、目のところになる部分、あと、後ろや機体の部分のパーツをつけ、で、アンテナをつけていきます。で、こちらは ECM ポットが展開した方の頭部を作る場合になります。こちらも、芯のところにジョイントをつけて、横パーツと前のパーツをつけ、で、この、センサーの部分が、こう出た状態のパーツを取り付けていきます。で、横の部分につくパーツにもこのセンサーが飛び出た状態のバージョンを作っていきます。で、次に、左腕の組み立てになります。まず、左肩の、パーツを作っていきます。それに、装甲のパーツをつけていき、次に肘の関節のところを作ります。で、肘下の部分のパーツを作りまして、シールドを作り、そこに警棒を刺していきます。そしてできた、肩の部分と肘と、あと肘下のパーツをセットしていきます。次に右腕の組み立てになります。右腕は基本的に同じなの、左と同じなので肩を作りまして、これで肩の装甲、あと肘の関節、肘下のパーツをつけ、セットします。次に、左足の組み立てになります。まず左足の、ももの、ジョイントの部分を作っていきます。その次に膝関節を作ります。そしてももの部分を作りまして、で先ほど作りましたあのももの、ジョイントの部分と膝関節をセットします。で次に、かかとの部分を作りまして、つま先の部分を作ります。でこちらが、足についている格納庫の、フレームの部分になります。でそちらを作りまして、で足のこのカバーの部分のところにセットしていきます。そうしましたら次に膝の部分とすねのパーツをつけ、後ろの、ところの装甲をつけます。で、左右の足の装甲をつけていき、で、この、くるぶしのところにつく、この装甲パーツをつけていきます。それが終わりましたら、ももと、足をセットしていきます。で、右足も同じ要領で作っていきます。ももからすくって膝関節、足首を作って、武装のジョイントの部分を作っていき、で、さらに装甲パーツをつけていきます。そしてももと、膝下の部分、すねの部分と足首をつけます。次に、腰の組み立てになります。まず腰のフレームのところに股関節のパーツをつけていきます。それから、下側の装甲などをつけていきます。で、こちらにはランプ類のパーツをつけていき、今度はお腹の部分の装甲やジョイントなどをセットしていきます。で、今度は手首の組み立てになります。上が左手首になりまして、グーのタイプと、少し腕をこう握ったような感じのと、開いた状態の部分があります。でこちらが右腕の組み立てです。で次に武器をこう取るときに手のこのフレームが伸びるギミックがありますので、それはこのパーツを付け替えることによって再現できるようになっております。これは左右パーツが入ってます。次に、こちらが武器の、組み立てになります。警棒の方は伸びた状態のが入ってますので、それを、握れる手の方をつけていきます。でこちらがリボルバーカノンの組み立てになります。これは銃を握る手で持てるようになります。で、次にライアットガンの組み立てです。これはストックを作りまして、フレームをはめて、で、ストックと、このポンプのパーツをつけて、マズルをつけて完成になります。で、こちらも、銃を持つ手で持たせることができます。あと、リボルバーカノンの方は、右足に収納することができます。で、こちらが、できましたパーツを全部セットしていきます。頭部と胴体、腰、両手、両足をつけ、あとお好きな武器を持たせて、これで完成になります。で次に、こちらが部品リストになります。こちらも部品リストになります。こちらで以上です。青島の新作のプラモデルが出ましたら、どんどんご紹介していきますので、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。